ヌラタは、ウズベキスタンナボイ州の都市である。州都のナボイより北東に、約6 0トルの地点に位置する。ヌロタ、ヌラトと表記されることもある。2012年現在、の人口は約3万2千人である。ヌラタは、アレクサンドロス三世時代の紀元前327年に、ヌルという名前で登場する。町の南部には、現在も当時建設された要塞や、 灌漑の跡が残っており、灌漑用水路は現在も利用されている。要塞はシャフリストアンと呼ばれる 500MX500 500メートルの区画に分かれており、区画の周りは高い壁と等に囲まれていた。要塞が建設された目的は農業可能な地帯と草原の区画を分割するためであった。歴史上の記録ではこの地域は他国の侵略や 反政府軍に対抗するための軍を組織する上で戦略的に重要な地域とされたとされている。ヌラタはムスリムの巡礼地としても知られている。943年にブハラの歴史に関する歴史書を記したムハンマド・ナール・シャーヒーはその著書の中で三毒に位置するヌルについても触れている。ナール・シャーヒーは 預言者ムハンマドを巡礼を行っている多くの人が見ていると記している。10世紀、ブハラや他の都市からの巡礼者が、トリデやモスクの傍らにある聖墓に訪れた。現在も周辺地域でイスラム教信仰の中心的な地域として、この巡礼は続いている。ヌラタのイスラム教複合施設は、泉や井戸のあるチャスマ、合同礼拝を行う。 ジュマとハマームからなっている。ジュマ構内には泉と40の柱があり、中央アジアでも有数のイスラム教施設となっている。この施設の南東部には聖人の眠るヌルアタという墓があり、これが短縮されてヌラタになったとも言われる。ヌラタ付近の考え用水施設であるカリーズもまたアレクサンドロス3世と関連がある。カリーズは 泉の湧き水から水を引いて、灌外を行う古代の用水路だった。用水路の長さは数キロメートルに及んでいる。この用水路は数メートルごとにある井戸とつながっており、用水路の清掃のため利用されていた。現代になって、この古代の灌外用水路を復活させる計画が実行され、濡ラタ付近の用水路は再度地元の人々により使用されるようになっている。 ヌらタは、海抜2169メートルのハ早トボシ山や、ヌらタ山、アイガルクルコなどに囲まれており、観光客が多数訪れている。ありがとうございます。